皆さんこんにちは。ショートトラックスケート選手の渡辺啓太です。今日はこれから韓国にスケート靴を作りに行きます。その様子を Vlog 的な感じで撮っていければいいなと思ってます。それでは行きます。ここはこんな感じ。誰もいません。じゃあ行ってきます。これから荷物のピックアップしてサポートしてくれる人がいるので、その人がホテルまで多分連れてってくれると思います。いや結構飛行機は着陸だけ揺れたんですけど全然大丈夫でした。それじゃあまた後でね。今日は11月10日の朝8時前です。9時ぐらいに先生がお迎えに来てくれて足型を取るので、その前に少しランニングして汗かいてむくみを取っていきたいと思います。それではいい靴ができますように行ってきます。取り終えたので、これから日本に戻ります。